はい、それではただいまより、5月度大樹生命月間 MVP 賞の、受賞者、千賀滉大選手の会見を始めさせていただきます。まず代表質問からよろしくお願いいたします。はい、お願いします。代表質問いたします。 TNC の松尾です。お願いします。ご自身去年の8月に続いて2度目の受賞ということになりました。まずは受賞の喜びから聞かせてください。まあ、率直に嬉しかったですけれども、取れるような成績と自分自身はそんなに思ってなかったのでびっくりしてます。はい。まあ、そんな中ではありますけれども、8月は5試合に登板して3勝1敗、防御率 1.75 と素晴らしい数字だと思いますけれども、ご自身の中で特に印象に残っている試合があれば教えていただきたいんですが。そうですね、一番印象に残っているのはやっぱり一番最後の僕に負けがついた試合はすごい印象は強いかなと思いますし、やっぱり、勢いのあったチームの頭で負けてしまったっていうところは僕の中でそういう印象です。はい。まあ、その初黒星をまた次に生かしてということになるかと思いますが、そんな中で奪った三振は43、12球団最速ぶっちぎりで100台に乗せましたけれども、そのあたり三振へのこだわり改めて教えてもらえますか。まあ、そうですね、本当に今年はいい形で追い込んでっていう形をすごい作れている時が多いのかなと思いますし、まあ、その分球数も増える時ももちろんありますけれども、まあ、でもやっぱり三振っていうアウトの取り方は、まあ、やっぱりリスクが一番少ないアウトの取り方だと思うので、まあ、それができるうちは、まあ、調子自体はいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、千賀投手の活躍もあって工藤監督もシーズンが進むにつれて徐々に千賀投手のことをエースという言葉で表現するようになってきましたけれども、千賀投手自身はそのエースというものについてご自身で考えているものがあれば教えてください。まあ、僕自身で考えていることはまあそんなにないんですけども、まあ、やっぱりそうやって周りの人に言ってもらえることはまあ嬉しいことですし、まあ、そういうふうに呼ばれるような成績だったりそういう投球を出せたらなというふうに思っているので、まあ、もっともっと続けないと本当にそういうふうになっていけないのかなとは思ってます。まあ、今月もすでに登板されていますけれども、改めましてこれからのシーズンに向けて最後に意気込みをお願いします。本当にこの5月月間 MVP っていうのを取らせていただいて本当に嬉しいですし、毎月毎月こういう場に来るというのはもちろん難しいことですけども、それぐらい常に候補に上がるぐらいの成績を出したいなと思いますし、まあ、そうすれば毎月いいピッチングしているということなので、まあ、それを繰り返していけたらなと思います。これいいかな。何なんだよ。大丈夫ですか。いいですか。はい。